私あの、工学系研究科、工学部の、えー、科学システムというところに所属しております、平尾と申します。本日、あのこういうあの先ほど来お話がありますけど、土曜日のごくにですね、えー、こういうところで時間を過ごすという決定をしていただいたことを、大変ありがたく思っています。でタイトルとしては、ですね持続可能な開発とディレンマということで、まあ、経済的な成長を目指すのか、やはり自然を守っていくのかという問題を。 少し考えていきたいなというふうに思っております。で、あの私自身は現在、今お話しさせていただきましたようにあの、工学系研究科っていうのは大学院の名前で、まあえー、工学部の科学システム工学科というところにおりまして、専門は、えー、プロセスシステム工学、ちょっと聞いたことないかもしれないんですけれども、えーまあ、簡単に言うとですね、科学工場をどうやって設計するかという学問分野なんですね。 あの科学と名前が付いてると試験管とかフラスコとかで何かこう怪しげなことをやってるんじゃないかと思うと思うんですけれどもあのそれをですねいかにこう工場産業としてものづくりをしていくかということの学問分野がもともとの分野ですで、まあ、皆さん単純に考えると石油を、まあ、海外から買ってきて工場で石油から 例えばプラスチックを作るというようなのがイメージとしてあると思うんですけれども、その後に書いてあるライフサイクル工学というのは、これまではその工場にもう原,、まあ、原油じゃないんですけれども、えー、化学物質を作る元が来てで、実際にプラスチックが出ていったら、まあ、それでいいかというところだったんですけれども、もう少しどこから石油が来るのかなとか、石油掘っちゃってて大丈夫かなというようなこと、そして、 プラスチックを作るだけじゃなくて、使って、例えばここで今、カップになっていたり、ペットボトルになっていたり、あるいはその蓋になっていたりするわけですけれども、そういうものが、まあ、地球に対してどういう影響を与えるのか、あるいは皆さんにとってどんなにいいことが起きているのか、というようなことも含めて、ライフサイクルと。 言っていていなんとなくライフサイクルというと、先ほどの長井先生のお話でいくと、まあ、人間のライフサイクル、どこでお薬を投与するかというような感じがしますけど、何でもかんでもその生まれたところから死ぬところまでという意味で、ライフサイクルという言葉を使っています。まあ、私はどちらかというと、科学の物質についてのことが多いですけれども、最近はいろんなことをやっておりまして、あの研究としてはですね、 このあとちょっとお話をさせていただく SDGs というのがあるんですけど、まあ、その言葉はちょっと後でご説明するとして、そこの中であの持続可能な消費と生産というものがえ議論されておりまして、それをまあどうやって実際に実現しようかというようなことで、工学部なんですけど、タイトルとしては政策デザインというような研究をさせていただいています。また、ちょっと皆さんに身近なところでいくと、今ペットボトル取り上げましたけど、このペットボトルというようなものは、えー まあ、プラスチックの代表例ですけれども、こうやってできてきて、で皆さん今、大体分別して出していただいていると思うんですけれども、まあ、その後どういうふうに再利用していこうかとかいうようなことも考えていますし、これあの、たまたまなんですが、イロハスの場合はおそらく、えー、一部分、プあの植物からプラスチックを作っているので、まあ、そういうのは、えー、石油からじゃなくて植物から作ってくると、どういうことになるのかななんていうようなことも含めて、えー、設計を。 ししていたりします今日は、えー、講義の内容といたしましては、タイトルにもございましたように、経済成長と、まあ、環境保護という、まあ、皆様にとっても結構身近なディレンマの問題について、少し議論させていただきたいというふうに思っています。そして経済発展と公害の問題から、まあ、そして現在、公害という言葉よりも地球環境問題というところに発展してきている状況。 そして、まあ、その状況に応じて、さまざまな国際的な動きがあります。で、そういうところで、このジレンマの問題をどういうふうに取り扱っていくかということで、SDGs ・パリ協定というようなことがあって、それはまあ規制というような手法でこれまで対応してきたところを、どうやって自分たちの目標として定めていくのか、これ自身がジレンマなんですけれども、えー、考えていて、えー、あとデカップリングという言葉を、 使わせて後でいただくんですけれども、えーまあ、デカップリングという手法で解消していく、それから団体競技、団体競技って何言ってるかというと、えー、決してアメリカンフットボールの話ではなくて、ですね、えーあのー、一般論として、まあ、個人でプレーするんじゃなくて、みんなでやった方がいいことが起きるよねというお話をさせていただいて。 みんなでやってる時に、まあ、ちょっと一人で変なことしちゃったりそれを引っ張ってる人がちょっとおかしかったりすると最近のようなことになるのかなとまさにその例だななんて最近は思ってますけれどもという形でまとめさせていただこうと思いますであのこれあの北九州市さんのページに出ている写真であの私実はあのちょうど還暦の年齢なんですけれども、えー、公害という言葉は結構普通に子どもの頃とか えー、聞いていたんですが最近の学生さんにですね公害って話すとですね知らなかったりするんですよまあ、歴史の問題というふうに感じるような内容ですね、えー、これ北九州山とい、ね、うのは今も非常にあの改善いいことをやっていらっしゃる代表的な都市ということになっておりまして、えー、あのこういうふうにまあ海が汚れていたり非常に大気がかなり煙がもくもく出ている状態から今はもうきれいになってますしまあ、これはあの この近くでも川崎とか千葉というあたりでの煙の状況というのは、過去、私が子供だった頃でも煙が出てた記憶があります。また、えー、あの一時写真ではもうお,お示しししませんが、私自身は東京生まれなんで、大田区で生まれたんですけれども、多、ま、摩、あ、川が近いところで、多摩川の堰のところで水がザーっとしているところで、洗剤の泡がばーっと巻き上がっている状況というのも自分で見た記憶があるんですね。今の子たちに 多摩川の水ってそんなんだったんだけどとか言ってもちょっと分かってもらえなかったりあの最近だとあの工場のところでも水蒸気で白く黙々とどうしても出ちゃうんですけれどもああいうのを見ただけでもですね何が出てんだろうなというぐらいに思われるぐらいこう珍しいものになっているのかなというふうに思います、まあ、そういう意味でこのようなあの時代というのはあの 19世紀、まあ、産業革命以降で、でそれがまた日本に来て以降、まあ、おそらく1960年代ぐらいまでのことだろうと思います。ですから、あのこの中にいらっしゃる方でも、こういうところにがあの自分の生活の中に記憶がある方もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、まあ、本当に昔の話だなと思う方もいるかもしれません。なんといっても今、あの大学に入学する学生のうち、若い方は、 2000年以降の生まれで、21世紀生まれに変わってきてしまってましてです、ね、ちょっと前まであの平成来たかとか言ったのに、今はもう2000年、21世紀の学生来たかという感じで、だんだんあのと自分自身の年齢を感じてしまうわけですが、あのそういう意味であの知ってる方はよく知ってる、知らない人は知らないという典型例の、この公害の、えーとまあ、古くは19世紀の後半から問題になった足尾の鉱読事件ですね、これは道の清廉。銅の精錬 麻生で行われていたセ霊のところから、さまざまな有害な物質が流れていって、まあ、健康的な被害が非常に大きかったということですね。で、その後、のこの水俣病、第2ミナマタ病、四日市全息痛い痛い病というのが、四大公害病というふうに言われていて、今でもえミナマタ病のことは時々報道されています。つい最近でも報道されておりましたし、 えー、ということですでこれ、原因はもうあの全部大体分かっていて、まあ、化学産業であったり、金属産業であったりするところから出てきた健康に対して有害な物質を排出して、そのまま排出していたというようなことがポイ問題だったんだろうと思います。で,でも考えてみると、ですね思ってみるとです、ね、この1950年代の後半とか、ですね人無景気って呼ばれていまして、 まあ私から見ると、だからちょうど父たちが、あの私の上の親の世代が、一生懸命会社で仕事をして、いろいろなものを作り出した時代で、あの私も生まれた時に、えー、ときに、テレビはありました、<laughs> えー、洗濯機、冷蔵庫、私、記憶があるのはあの、冷蔵庫の一番上に氷屋さんが氷を入れる冷蔵庫の記憶があるような世代なんですが、まあ、それが電気製品でこういうようなものが生まれてきて、三種の神器と呼ばれてた。 ことをかっあのすぐそうだよねという方もいるし、何のことやらという方もいるかもしれませんが、まあ、全くこういうことが起きていることと、こういう状況というのが同時に起きていたわけですね。で、人々はこちらは欲しいんだけど、こういうところには関わりたくないというような形だったんですが、産業とか、本当に日本の社会として見れば、これは、 物は作らなければ、化学製品を作らなければ、こういうものを作れないですし、金属製品を作らなければ、こういうものを作れないわけで、どうするべきか、これ、全部工場を止めてくださいと言えば、こういうものが作れなくなる、これが欲しいんだったら作り続けるというような状況が、まあ、ディレンマとしてあったということになります。その後1960年代の後半、私、小学生ぐらいの時ですね。 えーと公害対策基本法法といいう法律ができていますで、まあ、つまり、この問題が大変甚大な国の問題として取り上げられていたということですね、当時の方が少しまともな国会の議論をしていたのかなということだと思うんですが、あのい世の中はあれですけれども、まあ、こういうことを真剣に作ろうという時代だったと思うんですね。ただですね、これ、1967年制定なんですが、この時にですにさまざまな議論があって、 えっと、生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図られるようにするものとするという、有名な調和条項というのが、入れるか入れないかでモメタンがい、揉めたんすい入っているという形で作られました、これ、何を意味しているかというと、経済成長を止めるような規制は望ましくないという判断ですね。ですからこのディレーマに対して、まあ 調和が図られるって、なんか綺麗な言葉ですけれども、やはり経済成長を捨てることはないということを強く意味していました。ただ、1970年、これはの公害国会と呼ばれているんですけれども、さまざまな大気汚染や水素汚濁に対する法律があの作られた年な時なんですが、この時に調和条項というのは削除されて、えー、環境調和、環境を保全することの方が優先という判断があんま暗黙のうちに入ったと。 といいうことになっていますで、その翌年に環境庁ができて、まあ、その後30年して、今、環境省という形で、えー、国の行政が進められているということです。この公害対策基本法自身はあの今なくて、あの環境基本法という環境省環境行政の一番トップのこの中に含まれていて、あと個別法が施行されているという状況になっています。ですから、まあ、この頃やっぱり政策でこのディレンマをどう解消するかということの流れが、まあ、ここに、 見えていていやはりこうまだ経済の方が大事だなというふうに判断する状況からやはりこれだけ健康被害が出ているのにそのままでいくのかというようなことはあの結構判断されたのかなというふうに思っていますで。ご承知のとおりこのあと、ね、もう今現在、周りで煙がもくもくしているとかです、ねえー、海が汚いとか川がとかいうのはないとは言わないです。 しあるいは過去の水俣病の患者さんたちがまだまだ苦しい思いをしてらっしゃるのは事実なんですけれども、目の前では相当に改善されたというのが事実だと思います。やっぱりこういう法律で規制をかけるという手法によって、えー、どうしても経済に偏ってしまうディレクタの解決が、保護側の方に随分動かせたということだと思います。たただじゃあそれで何もかもかか解決しとというと今度はやっぱり まだもっと大きな問題が生まれてきたということです。それが例えば、オゾン層破壊というもの、あるいは、えー、これは皆さんよく知っている、ね、地球温暖化という問題、えー、あと酸性とか森林破壊、生態系の破壊というようなさまざまな課題が出てきました。でこれもです、ね、実は結構産業ととリンクしていいます公害害う形で目の前の前甚大な被害 ではな,かったないんですけれども例えばフロンガスというものこれは人工的に合成された化学物質なんですけれどもあのエアコンとか冷蔵庫の中で使われてまいますと言ってもいいし,、まあ、今し過去ずいぶんなくなったのでいましたと言ってもいいんですけれども、まあ、あの室外機と室内機の間を中を、えー、流れているような液体あるいは、えー、とエアコン、えー 冷蔵庫の中で下の方で回っているモーターと実際に中を冷やすためにこうう中熱の媒体になっているようなものなんですけれどもそれがですね上空に行くとオゾン層っていうのがあってそこで地球の中に紫外線が来るのを防いでくれているんですがこのフロンガスとオゾン直接じゃないですけど化学的な反応を起こすことによってオゾン層が消えてしまってオゾンをールと。 いうものができてそこから、紫外線ががダイレクトにに地上に届くような状況が生まれてきてき日本人は非常にあの極端に皮膚がんって少ないんですけれどもあの、白人の方々はきっと皮膚がんの罹患が多,多,多いんだと思います。長井先生に聞いた方がいいんだと思うんですが、あのそれであの、ゾン層が破壊することに対して大変な危機感があって、現在これ、これは規制的な手法で、フロンの製造・販売とかは禁止という形になって ただ代わりに代替フロンと言われる、別な物質が出てきてきていますけども、そういうものです、だから地球の中、これはもうあんまり細かく話してもしょうがないかもしれません、二酸化炭素などを中心とした温暖、温室効果ガス、これはもう物を燃やせば必ず出てしまうので、石炭、石油、LNG 燃やしても出てくる、車走らせても出てくるということで、まあ、エネルギー、私たちが使うために、避けて通れない物質が地球を危機に陥れるということが分かってきています。 これはもういろいろと議論があってあのアメリカの偉い方はないと思ってるみたいなんですけれどもアメリカの産業界の偉い人たちは結構あると思っているので、えー、まだ <laughs>、あのー、日本でもおそらくこれは真剣に考えていくと。で部というのが、まあ、これもやはりですね あの先ほどのもくもくの煙と同じですけれども、そこから硫黄の酸化物がいくことによって、まあ、硫酸になった雨が降ってきてしまうということで、森林が枯れてしまうという事象が起きていました。から、あの森林破壊っていうのは、酸、ま、性、あ、部でも森林がだめになるんですけれども、えー、今、結構問題になっているのは、例えば紙とかパルプって、木から作ってますから、紙を使えば使うほど、木を必要とするわけですね。もちろん木ってて生えてきますから 生えてくるスピードと同じぐらいで使っている分には何の問題、おそらく問題ないんですけれども、過剰に切ってしまうっていうような事態が起きる可能性がある、あるいは古くからある森林を伐採して原料にしてしまうというようなことが起きると、やっぱりあの森林が消えてしまう。 あと最近問題になっているのは、ヤシ油、パームオイルっていうんですけれども、皆さんお使いの石鹸とか洗剤とかに、えー、あるいはあの食品類でも油で植物油って書いてある場合のものの、かなりの割合がパームオイルなんですけれども、あの海外なんか、例えばですね、この間も私、マレーシアにお仕事で行ったときに、マレーシアのクアラルンプル空港に降りていく途中の下はほとんどパームヤシの木の畑になってるんですね、ほとんどが。<laughs> ですから なんか木が生えててきれいだなと思うけどこれも人工的にこういうものを作るために生やされているんで、まあ、木が違う木に変わったんだからまあいいかと思う面もありますけどやはり天自然の状態とは違う状態になっているということです。ここうういうこととってくると なかなかこう展望が開けない、ディレンマの塊ということになるわけですね。で、私たち、あの私、今、工学部で、それこそ化学工場の設計というようなことをやっていまして、あ,のあるいは工学部の中にいますと、皆さん、さまざまな新しい技術開発しようとしています。もう身近なところでは、例えばもう携帯電話にができたことによって、すごい変わりましたよねあの。人との連絡の取り方であるとか、電話じゃなくなっちゃって、そもそもですね。若い方なんかもうあの LINE みたいなメッセージでやり取りしてますからねあの、ほとんどしゃべらないっていうような感じになってきますけれども、あれ、いいか悪いかちょっと別としても、まあ、なんとか便利にしたいっていう技術者の気持ちはあるんですね、先ほどのフロンだってできたときは本当に素晴らしい化学物質だったんです、であのだけど、えー、それによってだから、冷蔵庫もでき、エアコンも使えるようになって、本当に人々が豊かになっていきました。 であのとにかく豊かにしたいという気持ちは、今でもおそらく多くの技術者というのは変わらないと思います。で、まあ、これによって、実際、本当に我々もうこれだけ便利な生活を送ることができるようになってきているわけです。で、もう一つはさっきの三種の神器が典型的なものですけれども、やはりお隣さんがカラーテレビを買ったわよみたいな感じのとか、うち,うちもついに車持つようになったかというようなことを、私自身も経験してきました、子供ながらに。 そういうことってやっぱりああ、うちも幸せになったなという感じを与えてきて、ものを持っていることの幸せ感というのは、とても強いなと思いました、で、その2つの同じことをやっていることによって、まあ、先ほどお話をしたような、公害が発生したり、廃棄物が出てきたり、資源消費ですね、金属やプラスチックですから、石油とかを使うと、それから気候変動が大きくなってきた。 もう一つはあの先ほどのフロンがそうですけどフロン作った時にフロンの技術者はこんなにいい熱媒体できたのと思ったんですよね。でそれはもうおそらくほとんどの人がそう思ったけど時間が経って大気に漏れてみて初めてそのオゾン層が破壊されるということが気がついたわけです。まあそのような化学物質って他にもありまして例えば私がまだ学生だったからまだ本当に 比較的最近だと PCB なんていう物質、非常に危険なイメージを持ってますけど、あの実験用でオイルバスっていって、熱にこうビーカーとかをつけるのに、普通に PCB っていう液体を <laughs> 一途間で入れてた <laughs> ようなのも覚えている。ですから、その頃は何とも思わない、本当に安定、熱的に安定ないい物質だったんですね。普通の自然の油ですと,と酸化してしまいますけど、PCB ならば全く変化しないで使えた。そういうよういよな良さ プラスチックもそうです、いろいろなものもみんないいと思って作ってきたが、やはりこういう予期しない影響が出てきたということです。と、こういうまあイノベーションっていうのは本当に大事だとし、今もつくやっていかないといけないんですが、やっぱりその経済発展というようなことがあると、今のような状況を見ると、まあ、環境影響っていうのは避けられないのかなというふうに思います。そうすると、どっちを選ぶのか、まさにジレンマの問題。 なななのかとということになってきます保護を選ぶのか、経済発展を選ぶのかということになります。だけど、まあ、破綻の道しかないのか、あるいは両立する道はないのかなというふうに考えています。で、このディレンマっていう現象について、先ほどあの、えー、お二人の先生から、広辞苑のお話がありましたけどあの、ディレンマって検索していただくとです、ね、この囚人のディレンマっていう例題が必ず出てきます。これですね二人 悪いいことした人がいてもう実はあの証拠不十分なんだけど懲役5年が決まってるという例がよく出ています。で、その2人が隔離されていて、で、2人ともずっと黙ってると、実は証拠がやっぱり足りないので、2年に減刑にしますという話を説明されます。で、もし本当に悪いことをしたんだったら、家行ったらば、で、かつ相手がもし、 黙秘して何も言わなければ言った方のやつだけは釈放してやる言わなかった方のやつは態度が悪いので刑を倍にしてやるで2人とも自白したらあやっぱりやったんだねということで特に変化なしということ状況に対してこの囚人の人の A と B とですねこう A が例えば黙秘をすると A の人は B が黙秘してたら2年 B が自白すると10年になる A が自分が自白するともし B が黙秘してるたらすぐ釈放になる。で、B がしゃ、えー、もし自白してしまうと変わらず5年になるということなんですね。これ、どれ選ぶかっていうとですね、ここであの B の選択がどっちかわからないんですよ、お隣あの聞こえないところにいますから。そうすると、2年から B が黙秘していた場合、2年か0年、B がしゃべった場合、10年か5年ということになるので、これはですね、自白した方が得なんです。 自分自身としては相手がどういうどちらの方に倒れようと B についても同じですですから結局2人とも自白するというパターンになるだろうということなんですねあのちゃんとまっとうに考えたらですよどっちが得かということなんですねだけどこれ見てわかります通り実は2人とも絶対にしゃべらないっていうふうに協定を結んでしっかりしゃべらなければ2人とも2年に減刑になるだから総合的には 喋喋らない方がいい方がんだだけど個人の判断だと喋った方がいいといととうことになりますまさしくその全体としては2人で黙秘する方がいいんだけど疑心暗鬼の状態で物事が進むと、えー、喋った方が得という個別にはそっちが最適になるというようなことをこれがあの囚人のジレンマといって囚人相手が2人同時に捕まったのかってあいつどっちかなという時に自分がしゃべるべきか喋らないべきかというのは結構ジレンマになるという。 問題の例として、えーとまあいっぱい、いろんな教科書に同じ例がいっぱい出ています。えー、で、今のまあ例をそのまま見ながらいくと、まあ、2人がでも別々に相手の状況を知らずに決めていることっていう前提で説明されてるんですが、よくよく考えたら、もし一緒に座らせられてたら、黙ってでいいわけですよね。<laughs> つまり、自分の、あるいは自分の会社だけが儲かればいい。 自分の国だけが良ければいいってなると、どうしてもその経済利益を特に考えていくと、環境を気にせず、儲けに走る方がいいということになります。そうですよね。だけど、相手の状況をちゃんと考えていくと、あるいは地球全体のことを考えていったときの結論とはちょっと違うということが分かります。で、それであの持続可能性ということが 出ててきましてこれ地球上の皆が得するようにしようというのが今大きな議論している、まあ、持続可能性、持続可能な社会というイメージを言っておりまして、有名なあの多くの人が比較的納得しているのが、将来の世代のニーズを損なうことなく、つまり将来の人たちが我々と同じように生活できるように私たちがしていこうというのが持続可能性ということになります。 そうすると、例えばなくなっちゃうものってのは今、使い切っちゃいかんよねという話が一つ出てきますし、あんまり嬉しくないものをどんどん後に残してはいかんよねということにもなります。これがまあ大事な話題ですね。もちろん、あの先ほどの医療の問題医、医療費の問題であるとか、年金の問題であるとかっていうのも、全部実はこう持続性で同じかなというふうに思います。後の世代につけを回してしてまう ということについて、今、私たちが良ければいいという判断をすれば、それはもう今、我々が <laughs> あが十分に年金をいただいて保険、十分な保険で高額医療を受けられるのはありがたいなと思うんですけれども、それが将来どうなるかを考えないといけないということです。さっき、囚人は同時に生きているので、同時に話そうとも話せるんですが、私たちは100年後の世代の人たちとは話せないんですよね。だけど、だからそこをどういかに私たちが考えられるかと。 いうことになりますでそれがあの世代間の公平ということで、私たちと過去の世代の人たちと公平、まあ過去の人たちはもうしょうがないです。過去の、これからの世代の人たちとの公平はなんとかしたい。それから地域の公平、まあ、どうしても今日日本の話をしますけれども、日本だけ良ければいいわけじゃないということですね。地球の持続性ですので、じゃあ他が飛び抜けて勝手なことしていいのか、自分たちだけっていうわけじゃなくて、 地域間で公平にある、これは悪い意味でもいい意味でもということです。あと、人間だけじゃないよというようなことも言われています。で、これの大原則として、当然、安全とか平和というのも含まれているというふうによく言われている状況です。で、こんな問題というのはです、ね、実はさっきの公害の,の歴史が大体60年代で、その後ぐらいから、えー、と国際、国連などで、えー、議論が進みました。 まあ72年のストックホルム、82年のナイロビー、十二年、これ10年おきの会議ですけれども、リオのサミットというのがありまして、ここであの持続可能な開発であるとか、温暖化、生物多様性について、みんなで一緒に良い方向に向かおうという議論が進みました。でここのの進んだこととにによって、て今の二酸化炭素についいパリ協定という形で、 各国が自分たちで目標を設定してい、えー、こうというのが決まっていますけれども、それ以前にあの京都議定書というのがあったことをご存知の方もいるかもしれません。京都議定書では、各国に割り当てた、まあ、ちゃんと、私はここという形で、何パーセントというような形で、えー、決められたんですが、まあ、それがこの後あと、京都で決められたので、えーこえー、採択されました。 中国ももアメリカも参加ししておりませんでしたので、と、いうことですねで。その後、2000年にミレニアムサミットというのがありまして、あのえー、とこのあとこの後2015年まで、つい15年までの間に達成すべき目標というのが MDGs というんですけれども、そういうものも決められました。これは、まあ、途上国に対する目標が中心でした。で えー、またその後持続可能な開発に関する首脳会議、ヨハネスブルグサミットであるとか、えーと、リオから20年後という意味で、リオプラス20といいますけれども、えー、やはり持続可能な開発会議というのが、こう2年の年によく行われているわけですね。で、この時にグリーン経済なんていう言葉も言われる、グリーンエコノミーというふうに言われました。で、えー、と15年のつい最近ですけれども、国連持続可能な開発サミットで、 このの申しし上げる SDGs というのが採択されましたで同じ15年の年末に、えー、パリ協定という形で、地球の温暖化、気候変動に対して各国がどう取り組むかで、えー、産業革命前から2度 c 以上上げないように目標にしようというのが決まりました。 皆さん、今から2度じゃなくて、産業革命から2度なので、実はもうすでに1度上がっていまして、あと残り1度しかありません。で、1.5度目指すと、あと0.5度しかなくて、大変厳しい目標だとは思っていますけれども、まあ、陣地をもって、ディレンマを解消していくのかなと思います。であの、中にはですね、こんな絵を見たことがあるという方が少しいらっしゃるかもしれません。SDGs って今、実は結構流行り言葉になっていまして、あの 有名な会社の社長さんはこれ知らないと馬鹿じゃないのって言われるぐらい、ちょっとあの SDGs というのに対応した会社の運営をしましょうというふうに言われています。で、えー、ここのところにゴールの大の字がですねこう17個のカラーのリングになってんですが、実は私、ここに今、バッチでこのリングのバッジをつけています。これ実はですね、えー ニューヨーヨクのの国連本部の売店に行かなないいと買えないんだそうです実は私は行ってはいないんですが、それ買った人からもらったんですけれど、もということです、まあ、それはいいんですが、まあ、これつけてると、なんとなくこれに賛同してますということです。で17個の目標がありまして、ですね17個の目標が、人のため、豊かさのため、地球のため、平和のため、そのためにパートナーシップを大事にしようと。 いう5つの P が挙げられていますであのちょっと細かく、これも申し訳ありません、SDGs とあの、それこそ携帯で検索するだけでいっぱい出てきますので、見ていただけると、貧困、飢餓、食料、農業、健康、福祉、教育、平等、女性、水、衛生、エネルギー、雇用、経済成長、こ出てきます、インフラ、産業、イノベーション。 えー、不平等、都市、消費と生産、気候変動、海、陸、森林、平和、えー、グローバルパートナーシップ、今、赤い字のところつまり、まあ、ちょっとなんとなくわかりますよね、キーワードとして、人を平等にかつ育てていこう、それから豊かにしていこう、そして地球を守ろう、そして平和で、みんなで手を結んでいる状態という。 まあなんかね最近の昨日とか出てくるようなニュースを見てると難しいなとは思うんですけれどもやはり人つしかない地球ですのでなんとかこれを実現していきたいところがこれがなかなかさっきの話じゃないですけど経済成長が含まれているにもほとんど地球の気候変動と海洋とか食料とか入っているけど森林とかっていう形でですね結構両方守ろうとするとどっちを選ぶべきか。 ディレンマにななるような課題が並んでいますでこれに対してですね一つ大事なキーワードでデカップリングというのが言われています。で先ほどのあの公害の時あるいは地球環境問題の時はですねこうどん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 私たち経済成長していこうとこれはまあどこの国も、あのーまあ、国を主導していく行政では 経済成長をしなくていいですとは言わないですね、ほとんどの場合。ですから、まあ、経済は成長していこう、まあ、どっかで寝るかもしれませんが、今、ちょっとすみません、簡単なとこに直接控引してもらって。で、それに応じて、環境負荷が増えるのはしょうがないよねというのがこの赤い線のイメージです。どちらも増えるんだから、少しあの豊かになる分、少し環境のことは我慢しようよねというようなイメージです。で最近考えられている 言われているのはやっぱり経済を犠牲にする必要はないのではないか、でその分、環境負荷を下げる努力というものがありますよねということです。これを経済と環境がこれカップルした状態、一緒に歩んでいってしまう状態だったんですが、デカップル、離れるという形に何とか持っていけないかということが言われています。でちょっと今日示してないんですがあの まあ、例えばドイツなんかですと、GDP の指標は上がっているんだけれども、えー、温室効果ガスの排出量というのは減っているというのが、統計的にも念を追ってると見えています。日本は残念ながら、まだちょっとこの黄色ぐらいの感じかなというところですね。で、ちょっと違う感じのイメージでいくと、まあ、今までは消費と生産、どんどん作って、どんどん買って、持ってる。 使ってる、捨ててるということで、満足していこうよねという生産がより大きな消費をもたらすというようなので、まあ幸せになるんじゃないかなと思ってたんだけど、どうもそうでもないみたいだよ。ということで、消費と生産、うまく手を結んでいくと、私たち、必ずしもものを買う消費じゃなくても、満足できるんじゃないかな。例えば、ここでこれでみんなで一緒に時間を共有して、こういう議論をさせていただいていると。 いうことで私自身も結構満足感あってこれなかなか学生に話すより今日は緊張気味ですけどもでもこうやってこう皆さんにお話できるのに満足ですよね皆さんもこういう時間を過ごして特に CO2 出さずにあんまり少し出してますけど、まあ、あんまり出さずにこう結構今日は一日いい日だったなって過ごせるような状況のがありますよねそういうところに行くとこう充足感っていうのとが上がっていくんだけど まあ環境負荷っていうのは下げていくことができるかもしれないということがデカップリングの書き方のちょっと違うパターンでお示ししましたでそのためにはさまざまな政策があの取り入れられているんですねその中でこのさっきの SDGs があることっていうのはですね結構先ほど申し上げた経営者にすごく影響を与えていまして CSR っていう言葉を知ってる人がいるかもしれません企業の環境活動っていうんで例えばえー 途上うちはあの儲けの一部を途上国に寄付して、井戸を作ってます、学校を作ってますとか、工場があるところですと、地元の清掃活動に参加してますとか、自分はやってないけど、まあ、環境の NGO みたいな団体にお金を寄付しています、悪いことではないんですけれども、なんとなく、どうしても私たちビジネスやってるんで、負荷出します、ごめんなさい、その分、こちらで許してください。 補う形でこういうふうに考えてたんですが SDGs が出てから大きく変わっているのは自分たちのビジネスでかんあのこの持続可能性を追求してくださいという考え方が大きく今広まっていますでそのために例えば自分たちが調達するエネルギーや、えー、ぶぶ資材は環境に配慮したものをちゃんと調達しましょうとかあと自分たちの もの作ったものが直接環境にどのくらい貢献しているか省エネ製品を作るということだけでもいいです、そしてあとは自分たちの、えー、と自社のもの、売りっぱなしじゃなくて、回収まで、リサイクルまで自分たちでやりますみたいな形になってくると、自分たちのやってることをそれで儲けてもらっていいんですね、儲ける、えー、環境にいいことをやって、さっきの経済成長を出しながら、 環境負荷をぐっと下れ、る方向のビジネスができるんじゃないかなと言われていますこれって、共通価値の創造って最近言われています。CSR っていう言葉から CSV という似たような感じなんですけど、言葉でよく使われてこの業界ですね、なんかあの3文字の難しい、わけの分からないアルファベットが出ていっぱい出てきまして、もう一つ有名なのはこの ESG というもので、こういうことをやっているところにしかお金、投資をしないよという流れが、 法律と違った意味で経営者に対してプレッシャーになっていますね。今一番厳しいのが石炭の開発であるとか石炭で火力発電を作るというようなところに対しては投資を全部引き上げるというような動きが世界中にあるのであの石炭をやめようというような流れがあります。ちょっとまあいいかわいい、いろんな議論がありますけどそういう流れがあります。あと、えー、有名なアップル社とかはですね、今自分の 調達する部品まで含めて、全部リニューア,ルリニューアブルエナジー、まあ、太陽光であるとか、えー、風力であるとか、そういうものから来た電力で作ったものでしか調達し、で,できたものしか調達しませんよという宣言を出しています。ですから、日本の国内ではそういうのを入手するの大変なんですが、一部の企業さんでは、アップルに納入するために、このラインは全部再生可能エネルギー分のエネルギーでやってますと。やっ というふうういいいふに変えましたというついこの,うう、まあ、の RE100 っていうんですけど全部リニューアブルエナルジー100でやりますっていう会社日本にもあのコピーメーカーさんであるとか、えー、文具を流通させてるメーカーさんであるとかというところで参加しておりまして、まあ、まだ34社しかいないんですけれども参加しているところがあってそうすることによってチェーン全体の中で再生可能エネルギーをユーザーが買ってくれるんだったら 石炭火力じゃなくて、そっちに移行していこうよねという方向に行くだろうということです。まあ、そういう意味で、企業さんです、ね、この持続可能な消費と生産というのを、例えば中心に置いてみると、今言ったようなエネルギーや素材をいいものを、サステナブルなものを調達する、あるいは、えー、例えば途上国で搾取して持ってきたような資源は使わないようにする、あるいは自分たちでそちらでの人たちに儲けをちゃんと配分していく。 というようなこと、それから、えー、公平で公正な雇用をちゃんと世界中でやっていく、作った製品が省エネ製品で地球温室効果ガスの排出を下げていく、あるいは自分たちがそういうビジネスのイノベーションをちゃんと作っていくというようなこと、あるいはゴミを廃棄物を出さない、海に捨てないというようなことで、さまざまな持続可能性に貢献することができています。こういうことをやっている人にお金を出すんじゃなくて、自分たちがこういうことをやるという方向に動いておりまして、 まああのここでいろいろな資源を採取して、ものづくりをして、これまでですとね、ここ製品ができて、私たちが購入して、捨てるという流れがありました。まあ、だいぶ皆さん、回収という方向に行って、例えば家電品であるとか、自動車であるとか、あと容器放送プラスチック、さっきのペットボトルなんかは、まあ、そのままポンと捨てる人がだいぶ減ってきていて、リ,リサイクルに回るようになってきました。そうするるととここの循環が増えてくると こちらから取ったり捨てたりするものが減っていくので、経済としては回るけれども、資源を消費しないとで。なおかつ作ったものが省エネ製品であると CO2 も減っていくかもしれないということですね。で、こういうような高効率製品の開発、省エネ製品の開発であるとか、自分私たち消費者がちゃんと分別して捨てる、それから再生材を利用するというようなことがあります。 皆さんの中ではエコマークなんていうマークを知ってる人がいるかもしれませんが、あのいう商品、マークがついてる商品を選んで買っていただくというようなことが、こういう循環を増やしていく、ですから、さっきデカップリングって言いましたけれども、経済的にはちゃんと循環していく、だけれども、えー、環境負荷を下げていくということが、可能性としては十分にありそうだ、特にこう技術開発のところと消費者の行動がうまくマッチしていくといいなと。 さらに加えて最近はあのサービサイジングというんですけどね、物を売るんじゃなくて、えー、機能だけ売るというようなのがあります。例えば、シンプルな例でいくと、えー、各自で洗濯機は買わないで、コインランドリーのところで洗濯という機能だけ買って、みんなが全員が洗濯機、えー、全家庭で洗濯機を買うんじゃなくて、まあ、街に1個ぐらいあればいいというようなパターン。 あるいは車も各自が買うんじゃなくて、カーシェアの車に乗るというようなことも、ある意味では資源の消費量を減らしていることになりますけど、そのサービスビジネスをしているのは会社で、そこにちゃんとサービス代はお金払ってますので、経済としては回る可能性がある、ただ、1000万台車売りましたっていう形で儲けているようなところは、もしかすると今後苦しくなるかもしれませんよね。というようなことで、ものからことへなんていうのは、ちょっと最近の新聞にも出ておりまして、 ここういういれなんかもこと消費ですね東京大学に何千円か払っていただいて、こと消費、あるいは、えー、旅行に行く、それもまあできれば公共交通機関などで行っていただくというようなことで、それを楽しむ時間の使い方をしていく、お金の使い方をしていくという形に変わっていくことによって、まあ、全体的に SDGs に貢献できる可能性というのはあるんじゃないかな。でこここにに書いてありますけど特にこの 今まではどちらかというと生産者が省エネ品を作るということだけだったんですけど私たちも一生懸命ここで協力していかないといけないかなということです。ですから、さっきの囚人のジレンマの同じスライドなんですけれども、まあ、自分たちだけで儲けるということではなくて、消費者、あるいはリサイクルする人、ものを作る人たちがそれぞれの役割をうまく担っていくことによって、持続可能な社会の発展ができる。つまり、あの まあ、ディレンマの事例ではあるんだけど、ディレンマをもしかすると解消できる可能性があるというふうに思っています。あのこれ実は私の家の、えー、電力消費のプロットで、えーと、電力消費自体はちょっとでかいのは、全部電力にしてるがためなんですが、ちょっとあの家族が複数あってというようなことなんですが、ここで,です、ね、例えば、えーと、これちょっと一昨年。 エコキュートをもう十何年前から入れてるんですけど、エコキュートって、電気のお湯は、夜のお電気で、十何年前の製品で、ちょっといろいろと考えて、効率がきっと全然違うなと思って、効率改善が行われているので、取り替えてみました、でもうほとんど実験してるんですけど、<laughs> したらですね3割ぐらい電力消費、いっぺんに減りました、夜にお湯を沸かす量は同じなんですけれども、お風呂に入るとか。 といいうのは変わらないんですこれ冬場でお湯を沸かすので電気なので電気代が高いんですけどうちの場合はあのガクッとこれ昨年度今年あ違う違う一昨年度去年だと思うんですけどもあのずっとなんとなくちょっとずつあの前の年を上回ったのが買い替えた途端にガクッと下がりましたでこれはいいと思ってやっぱり12年使ってたエアコンも変えてみましたそしたらあんまりお湯を沸かさない夏もガクッと下がりました 儲かる儲かるって言ってもまあそれなりに投資はしてるんですけれどもまあ気持ちはいいですよね新しいのを使って電力消費を下げてまあ新し,い新,新しい効率の良い製品を開発してる人にとってはそういうものを使ってくれる人たちがいるということで実際こういうふうに結果にも表れるということですね、まあ、よく言われてるのは冷蔵庫とかエアコンとかっていうこういうあの熱を移動させるタイプのものは最近すごく効率が良くなっているので。 えーまあ、買い替えてお考えいただいてもいいのかなと思います。東大でもですね最近はあのエアコンなんかをちゃんと掃除しに、あの今までは研究室でもずっと埃がたまったようなエアコンでやってたんですけども、最近はさすがそれじゃいかんだろうというのであの、掃除をちゃんとしてくれたりとか、ですね、えー、私の,家の建物でもオール LED にしたりとかというような流れがあります。とというわけでななんとなく 難しく話してきてるんですけど私あのこれ言ってるのはとにかく団体競技にしましょうジレンマ解消の手法としては団体が一番いいとみんなであいつがより俺が良くなるためにあいつ何やるかわかんないからとりあえず自分がいいことしとこうじゃなくてあいつと俺とでいいことしようということですが残念ながらなかなか見えないですよね自分の見えないプレイヤーの存在を知るということが大事ですそれからそ,いつあその方が自分の見えないプレイヤーがどういう行動をするかということを 考えるとということが大事です資源を取っているところで何が起きているのかな、これ、捨てたときにどういうふうに処理されるのかな、なかなか見る機会ないんですけれども、ちょっと想像してみていただくといいと思うんですね。と、その全員がちゃんとうまくやったときに、さっきの2人ともが2年になるという会に持っていくための行動をすると、だから、どんなに本当に犯罪を起こしたのも黙っている。 <laughs> 選択がいいよと言ってるようなわけですけれども、まあまあ、そういうことですね。ということです。で、この,あのチームプレイヤーには、さっきも申し上げたように、今、これから来る世代の人たち、将来のプレイヤーたちのことも考えるんですけど、彼らとお話ができないので、だったらもう責任はすべてこちら側にあるんですね。ですから、今、私たちの行動で、将来の人が影響を受けるんだとすると、将来やり直せないんですから、私たちの行動、あの選択、 祖先の人たちはなんちゅうこっちゃと言われないためには、今、私たちが団体行動をしていくということが大事だろうと思っています。であの時間になってしまっているので、簡単にいくんですが、あのこの SDGs っていうのはあの、国も応援しておりまして、例えば北海道の下川町というところが去年の暮れなんですけど、あの内閣総理大臣賞、まあ、あのこういうです、ね、小さな町とかあの、こういう企業さんとかですね、 あの皆さんよくご存知の吉,吉本興業さんもアワードをお取りになっていますあの、えー、ピッピーなんとかとか言って、歌歌った人とかやってますね、あと大学も取ってたりして、東大は残念ながら入っておりませんが、さっきあの、非常に汚いところから改善したという北九州市、今、本当にこういう分野に取り組んでいるので、表彰されているというようなことです、これはあのもうあの、官邸のホームページに出ているということですね。で例えば住友科学さんなんなかは ももととさっき問題になった科学産業の典型例ですよね。ですけど、今は SDGs 取り組みの最も優等生というふうに言われておりまして、社員、役員からみんなで取り組んでいますし、あの住友科学が作った蚊帳が途上国で、私たち今、蚊帳って言っても通じないんですけど、もう若い人には、あの蚊を避ける網なんですが、えー、と昔は蚊帳を釣って、 カトリセンコじゃなくてですね、蚊帳を釣ったと思うんですけども、あの蚊帳を途上国で作ってもらって、途上国で買ってもらって使うというようなことで、えー、貢献すると、マラリアの患者がぐっと減っただろうというふうに言われています、まあ、そういうような形で作っているものもあれですし、雇用されている人たちも一緒に考えていますしというような形で褒められているわけです。でですからら、今まで産産業業が、化学産業といったら なんか危ないものを作っている、エネルギーいっぱい使っている、CO2 出しているというイメージでしたけれども、大きく変わりつつあるのかな、つまりはこの株がぐっと下がる方向にみんなが動き出しているかもしれないということです。というわけで、あのまとめですけれども、最初にお話したように、やっぱり高度清浄期の頃ろ、ひどかった時代がありましたで、新しい技術、我々ワクワクとしてテレビを見たり、うわこういう冷蔵庫ってあるんだということになってきて,あって発展したんですけれども、公害も起きました。 でそれに対しては、ま,あ、まず規制的な手法でバランスを確保するという形で、えー、ディレンマの解消が行われた、だディレンマ残ったままって言った方がいいですね、だけど強制的な手法で解消した、で,でもまだまだ温暖化のような課題が発生した中で、私たちこうやってすべて、ほとんどすべての国がアグリーした形で SDGs と呼ばれているものが出てきて、これ、あの、 持続可能な開発目標と目標って書いてありますけど、別にあの数字で目標を書いてあるわけじゃなくて、自分たちはどこのところでどのくらい貢献しようって、自分で目標を決めてくださいというふうになっていますので、何か規制的な形ではなくて、参加する形、自分で目標を設定し、自分で実行するという制度にだんだん来てるのかなと思います。であと、新技術、ここで悪いことも起きると言いましたけど、やっぱりきっと大きく役に立つ。さっきのヒートポンプというその エコキュートとかエアコンの例なんかでいいことが起きています。で、まあみんなでやることによれば、きっとジレンマっていうのは解消、いい方向に、全体的にいい方向になる方向に解消するんではないかなという期待を持っています。ただですね、難しいです、さっき SDGs17 目標ありましてで、その中で環境、さらに環境っていったらですね、まあ温暖化だけじゃなくて、あのいろんな 化学物質の管理であるとかいっぱいあるんでね、こ,うこんな感じなんですよねで。ダイヤモンドだとどの面もキラキラするでいいんですけれども、だいたいどっか白くしようとすると、どっか黒くなるんですよ、なんだかんだ言っても。ですから、まあ、どうやったら全体的に白くできるかなっていうのは、かなり難しい問題です。まただまたまたここは実は実 ディレンマの上が3つあるとトリレンマっていってその後テトラレンマっていう説もあるんですがわからないんですねだからもうきっとオクタナントカレンマとかってなってくるんですけれどもまあ一面でしか見ていては判断ができない例えばバイオマスこれは天然資源からできていますなんて言われるといいなと思うけれどさっき言ったようにもしかすると森林を全部カットしてそこに住んでたものたちが住めない状態にして得ているかもしれないそれからさっき言ったようにその アジあの途上国なんかで起きている事象であるとか,か、これから将来の100年後の子どもたちに起きている事象っていうのは、なかなか私たち身近に知ることがない、公害は実は結構身近だったんで、取り組みやすかったと思ってるんですね。ところが、こういう問題って身、自分の身からすごく遠いので、取り組みにくいで、こういうような多様な側面からの判断、目標設定をどう行うか。でその中では、まあ、新しい技術例えば もっと携帯みたいなことしで皆さん、情報を得るのはすごく早くなりました、悪い面もあるけど、いい面に使っていくことも期待できるんじゃないかなというふうに思っています。えー、とこれ、お手持ちの資料に書いてあるものと同じもので、末、え、吉、ー、さんって、企業の環境経営のことで、非常にあのご発言をよくなさっていらっしゃる方、それから西岡さんっていうのは、国立環境研究所にいらしたまあ環境のこういう分野のご専門の方、今、引退された。 これあの最後があの東大の売りでして、えー、小宮山宏元学長で、あの実は小宮山先生たちと実は同じ学科の私の先輩なんですが、えー、こういう分野に早くから取り組まれていて、まあ、この本も柳新書でまだ手に入りますので、SDGs より前に出ているので、SDGs のことには触れてないんですが、SDGs の本はまたあのいっぱい、最近かなり出てますので、まあ、そういうものをお手に取ってみたらいいんじゃないかなと思います。あのー どちらかと,とあの可能な方向に私たち動いていけたらいいな、ディレイタ解消できる方向に動いたらいいなということで、えー、ちょっと時間を超過してしまいました。